ウェスリー・アーサー・ムーディは、南アフリカ共和国ダーバン出身の男子、プロテニス選手。2005年ウィンブルドン選手権男子ダブルスで、ステファン・フーストペアを組んで優勝した。2009年全仏オープン男子ダブルスで、リック・ノーマンと組んだ準優勝もある。ATP ツアーで、シングルス1勝、ダブルス6勝を挙げた。右利き、バックハンドストロークは、片手打ち。 自己最高ランキングはシングルス57位、ダブルス8位。ムーディは両親とも大学教員の家庭に生まれ、6歳からテニスを始めた。アメリカ合衆国アラバマ州の学生テニス選手としてプレーし、大学で文系純学士号を取得した後、2000年に21歳でプロ入りする。2002年から男子テニス国別対抗戦。 デビスカップ南アフリカ共和国代表選手に選ばれ、2003年ウィンブルドン選手権、男子シングルスで、セバスチャン・グロジャンとの三回戦に進出したが、2005年ウィンブルドン選手権、男子ダブルス優勝までは、ムーディは、世界的には無名に近い選手だった。2005年ウィンブルドン選手権男子ダブルスで、ムーディとステファン・フースは二回戦で、マフェシュブパシ、トットウッドブリッジ組を6から三 7から6、6から3のストレートで破って波に乗る。長年にわたってダブルスの世界的名手として君臨したウッドブリッジはこの試合の敗戦を最後に現役を引退した。ムーディとフースは準々決勝でマーク・ノールズ、ミカエル・ロドラ組、準決勝でヨナス・ビオルクマン、マックス・ミルヌイ組といった強豪ペアを連覇し、決勝では第2シードのブライアン兄弟と対戦した。 初めての決勝では、副平のムーディ、フース組が、ブライアン兄弟を7から6、6から3、6から7、6から3で破って優勝した。これはムーディにとって、プロテニス経歴の初優勝であった。ウィンブルドン男子ダブルス優勝の3ヶ月後、ムーディは、ジャパンオープンテニス選手権で来日し、決勝戦で、マリオ・アンチッチを1から6、7から6。 6から4の逆転で破って初優勝した。これが唯一のシングルスタイトルである。ムーディとフースは11月第2週の男子テニス年関西終戦テニスマスターズカップのダブルスにも出場した。2006年全米オープン男子シングルスではラファエル・ナダルとの3回戦に進出した。大会前年度優勝者として出場したジャパンオープンテニス選手権では2回戦で 世界ランキング1位のロジャー・フェデラーに4から6、1から6のストレートで敗れた。2007年度はダブルスで、トッド・ペリーと組んで2勝を挙げた。デビスカップ南アフリカ共和国代表選手としても、2008年まで7年連続出場を果たしている。フースと組んだ2005年ウィンブルドン選手権優勝から4年後、ムーディは2009年全仏オープン男子ダブルスで、リック・ノーマンと組み、 決勝に進出した。決勝では、第3シードのルーカス・ドローヒー、リーンダー・パイス組に6から3、3から6、2から6の逆転で敗れて、準優勝になり、ムーディは4大大,大会男子ダブルス2冠のチャンスを、逃した。この後インブルドン選手権男子ダブルスでも、ノーマンと組んで4年ぶり2度目の準決勝に進み、第1シードのブライアン兄弟組に六から七6から7、 4から6で敗れた。ムーディは2009年1月末の SA テニスオープンの予選敗退を最後に ATP ツアーのシングルスから撤退しダブルスに専念していたが2011年ウィンブルドン選手権を最後に32歳で現役を引退した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退。 RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 ありがとうございます。